わ、いい音楽だな。ふわ。はい、どうも。あ、ダテール。何回目だこれ。もう10回目は？やりたいと思います。朝です。ちょ、夜撮れないから朝起きて、その時間撮ってるんで、めちゃくちゃ眠たい。まあでも、やっていくと目覚めることでしょう。やっていきます。ガンガン行こう。とりあえず、なんだか進んでいく。おお、なんだこれ。対戦待つことができればめっちゃ一瞬分かれる。レーザー急に来たりしない？うわ、なんだこれ。あ、ファイナルフロー。なんだこいつ、かっこいいじゃん。未来回るとます明るい。うわ、強いな。ようやくくよくよするのやめた。いて倒す。くっそ痛い。絶対一発当たる。くっそ、お前だよな。いてえな。いや、無敵時間でなんとか生き残ってる。よし、経験値上げろ。上げてけ、もう。あれもセーブがある。早くない？早くない？もう出口前。ちょっと待って。まだ道あるはずやろ。こんな短いことないだろ。うわ、もういいんだ。なんだよ。エンデって言ったらまだ生きれるのに。なんだこのスイッチ。おし。もうええやろ。僕決まったー。あ、こいつタイトルね。こいつ、わぁ、跳ねんのこれ。あ、それきついっす。それきついっす。無理があるだろ、今の。よしやー。バカスカラブ上がる。ラブという名のレベルが。あ、やばそう。メタトンじゃん。子猫ちゃん。マジ？今回お前と、笑わせないでよ。何？お芝居さ。やらせだよ。だろうなと思ったよ。うん。まあ、言っとったな。なるほど。思ったよ。すげえなと思ったよ。割り込んできて僕を停止させる。ほう、なるほど。なんだこのメタドン。この野郎。お前に情報が映る。ほんとか？まあ、確かに、なんかいろいろエンターテイメント性はあったよな。お前、俺を倒す気か？終了します。最後盛り上がり最終決戦スペシャルご用意してましたよ。決めようぜ、お前と俺の最終決戦。倒す気しかねえじゃねえか。やんぞ、この野郎。うわ、レーザーかよ、よりによって。モンスター出て君を襲わせたのね。なになんだてめえ。聞かねえじゃん。すべて作り物？
どういうことや。あずこい魂を取られる。あ、なんで今避けたんや。やるしかねえ。効かねえ。そうはならない。なるほど。なんだその歪んだ考え方は。いって。やることねえな。バリアの外へ出る。目を叶える。ああ、楽しませる気か、お前。いった。金がスター生活手に入るんだ。そのために何人か殺すことになっても、それが勝負の姿で言うさ。余裕だ、おい。何？諦めちゃダメだよ。最後の手段もあるし、なんだ？後ろ任せれるの？なんだドラえもんの尻尾みたいなシステム。ひっくり返す。え？嘘やろ？そんな簡単に決まる？とうとう。え、壊れる？どうなのこれ。お、勝った。なんだなんだなんだ？まだ始まりそうじゃねえかよ。は？ああ、仕方ないな。終わらねえじゃねえかよ。行きたくて仕方なかったよ。マイク・サウンダース13世みたいな。かっこいい。ちょっとかっこいいじゃねえかよ。勝率、なんだそれ。どういうこと？これどうしたらいいの？これポーズを取ろう。何？うわうわうわ、わけがわからん。お前戦い方だけで全くわからん。早くしたろ。わ、むずくない？うわ、むずい。ナイスよ、キーボード持ってきたよ。え、作文書いてもらう。わかんねえよ。あぶねえ。とりあえず打ちまくるしかない。よし、壊した。壊したいの？もうひたすらポーズ決めまくる。めっちゃ打ってくれ。多いペースが。あ、視聴率上げればいいのかな。はあ、どうしたよ。は？無理じゃん、あんな。バザー少し行けば、はあ、取り得る。あ、わかった、そういうことか。打てたのか。あ、もう決まんなくなってきた。え？オッケー。煽ろうか。
見て、え、期待外れ。当たっちゃったからか。これ、休憩入る。ほんとや。ポーソロ。うなずくな。超きつい、超きつい、超きついよ。もう気づけば気づくほどドラマチックになっていく。指で勝てると、どうしたらいいこれ、わかんねえ。クソ、意味がわからなかった。もうドラマチックになろうぜ。いや、これ無理だ。初めて負けるかもしれん。やるしかねえ。多分、視聴率1万ポイントだろ。やべえ、死ぬ。何もないぞ、クソ。これ負けたかもな。初めてではない。任せろ、やってやるぜ。あれ、そんなこともできんの。え、どこどこ、スイッチ逆じゃねえかよ。やろう、分析。よしよし、ポーズ取る。やっぱ、声ダメなんだ。難しいな。会社会おう。ダメだ。勉強班。今、煽りすぎですね。これ、はい、上がる。ここからもうポーズいいんだよな。何？これも、あえて言った方がいいのに。せー。分析、なんかポーズ取る。まだいける、まだ上げていける。何つける、どうやっていける。あ、そうか、これだ、これいける。意味が分かる、分かる。これ煽れるな。もう一回くらいダンス。オッケー、これいける。よし、完璧。よしよし、分かるわ。いける、これもいけないの。頑張るわ。あ、そう、ポートロ、あっちょいだ。1万まで、多分1万じゃないのかな。マジゴーオン。ごまかすしかないやろ、こうやって決めていこう。あっちょいや、いけるいける。当たってないんじゃないこれ。お、食らってない。いけるいける。あ、一回食らってるわ。決めた。視聴率1万いった。人間滅ぼしたいの。ちげえ、おめえを倒してんだよ。あぶねえ。ポーズを取る。もういいだろ、視聴率上がりまくってんぜ。俺だよ、俺に決まってんだろ。なんだなんだなんだ、うわー、危ない。よし、足が終わった。
まだやってやんぞ。負けねえからな。視聴率がすごい。まあ、俺らのおかげだぜ。1万はやべえ。なに、お電話コーナー誰だろう。柴田じゃない？最後のチャンス。お返ししましょう。お電話ありがとう。今日で最終回でコメントをどうぞ。あ、もしもし、メタトン？あ、オペラのやつじゃん。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、テレビで君を見てるとこっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。メタトンも、ほらもう、落ち込んでるというか、泣きそうじゃん。ごめん、喋りすぎちゃった。はぁ、あ。あ、待って、誰だ？ブルッチってなんだ？切れちゃいました。もう一人お呼びしましょう。メタトンの番組元気もらってました。メタトンのテレビ、出ないテレビなんていらない。僕のメタトンの色の心は悲しみのメタトン色に染まっています。道を間違えたな、メタトン。嬉しいよ。何？まあ、そうかもしれんな。モンスターね、僕しかいない。確かに。そうじゃん、メタトン。お前大丈夫か？じゃあ、柴田にも感謝せな。延期するよ。それに。ありがとうな。いや、お前と拳を交えて。お前も結構いいやつじゃんとか分かったよ。ははは。あ、煙がハートじゃん。今思ったけど。この姿だと、消費しちゃう。もうすぐバッテリー切れる。切れると充電すればいいじゃん。なんでなんで、充電したらいいやん。いや、なってるよ、もう、すでに。あ、そんなさ、こと言うなって。お、何？どうした、どうした？終わり？怖っ。被害だ、二人とも大丈夫。柴田。メタトン。ゆっくり振り向くな。ああ、よかった。大丈夫だよね、これ。あった。顔だ。で、やべえぞ、顔。前。よく言うじゃん。ロボットでも。なあ。同じ心は宿らないみたいによくわかんないけど、なんか言うよな。言ってて。わかった。いけねえ！セーブができねえ！ちょっと一人にして。わかったよ。じゃあ。セーブさせてくれ。音がねえだな、怖いな。おお。なんだよ。おう。行こっか。ほんとじゃん。メタトンが言った通りになってる。もう、そこまで来たんか。ついに、アンダーテールも終わりそうだね。ドキドキするね。まあまあ、確かにね。これでやっと。まあ、帰るさ。帰ってみせるさ。行かないのか？何？何？
隠し通せないってこと？ああ、な、言ってたよ、メタトン。え、どういうこと？モンスター一人に魂がないとダメなの？お前がなる気かよ。え、じゃあ俺帰れねえじゃん。誰？あそこは？ああ、いいよ、やる気だよ。任せろ。ごめんね。元からやる気さ。待っとけ、あそこは、こら。長いな。なんか長くないか？そんな長いことある？異常に長いぞ。どんだけ塔の上に行くんだ、これ。マジなんか動かせねえし。あ、着いた。長いな、おい。急に乾燥。よし。ああ、なんとか着いた。じゃあ、ここで終わろう。長くなったな。一回やられちゃったのかな。もったいないな。時間かかっちゃった。はい。じゃあ終わります。お疲れ様です。バイバーイ。